はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他にも、心理学であったりとか、英語の学習なんかの本をご紹介することが多いです。で、チャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクを貼っています。で、今日ご紹介する本はこちらの図解論語というタイトルの本になります。で、もちろん論語っていうのは中国のよく知られている古典なんですけれども、著者はですね、この斉藤隆先生という方で、この方結構メディアにも露出をされている方だと思います。で、明治大学の文学部の教授をなさっているということです。ちょっと当時のキャリアなんですけれども、そうですね。で、私もこの方の本を他にもいくつか読んでるんですけれども、結構バランス感覚に優れた、文章の書き方が多くてですね、あとポジティブだったりして結構好きな、方です。で、この本はですね、この斉藤さんが、論語というものを噛み砕いて説明するという内容になってまして、で、図解というふうに書いてあるんですけれども、実は図っていうのはですね、あんまり特筆するような図っていうのはなくて、非常にシンプルな図がちょこちょこっと挟まってるだけです。ですけれども、図解にこだわらずですね、その噛み砕いて説明をしているという部分に関しては、非常に分かりやすい内容で面白かったです。で、内容を簡単にご紹介をするんですけれども、この本の中ではですね、4章だったかなに分かれています。で、第1章が仕事編、第2章が人間関係編、で、第3章が学び編、第4章が生き方編ということで、それぞれ10個ぐらいですかね、その論語の言葉を引用してまして、その内容を説明すると。で、説明するだけじゃなくて、具体的に、実生活においてこういうシチュエーションがありますよねというような、斉藤先生の解説がついているという内容になっています。で、今日私がいいなと思った言葉を3つピックアップしてご紹介をしたいと思います。で、まず1つ目はですね、仕事編からなんですけれども、正しい仕事の得方というところで、仁者は仇を先にしてウルを後にすると。で、人徳のある人は難しいことを先にやって自分の利益を後回しにするという意味だそうです。で、これはどういうことかというと、自分が得られるものっていうのを優先して、これぐらいの報酬、これぐらいの成果が、名誉が得られるんだったらやりますという姿勢ではなくて、まずはやってみると。で、その難しいこととか、課題に対して取り組んでみて、で、それを繰り返していくと。で、そうすると結果的に後から、その利益とか、報酬、人の評価っていうのはついていきますよというような言葉です。で、これはですね、非常に大切なことだなと思います。私も時折ですね、自分の利益ばっかり考えて、この仕事をやった方が得か損かということをつい考えてしまうんですけれども、そうではなくて、まずはもうやらせていただくと。この本の中で言うと、ただでもいいので働かせてほしいという気持ちが大事というふうに書いてありますけれども、そういった気持ちを持って働くと、結果的に最終的には、人から頼られるようになったり、お金を払ってでも仕事をお金をいただいて仕事ができるような環境になっていくということが、書かれてます。はい。で、この斉藤先生のバランスのいいところだなと思うのは、そういうのが大事ですよっていう書くそういうことを書くだけではなくてですね、もちろん場合によってはお金の交渉っていうのをきっちり行うことも非常に重要ですよというようなサポートというかフォローも書いてあります。この辺結構私は読んでいてバランス感覚が非常に、好きです。で、2点目ですね、次に今いいなと思ったことは、今何時は限れりというタイトルです。これも仕事編からなんですけれども、正しいチャレンジの仕方についての、説明です。で、意味としては、今あなたは、お前は自分で自分の限界をあらかじめ設定してやらない言い訳をしているのだというふうに訳されています。で、これはですね、その孔子が言った言葉、弟子の善久という方に言った言葉だそうなんですけれども、そのちゃんとやりきろうとする人間というのは途中で倒れるくらいまでやるのだよと。お前は倒れるほどやっていないじゃないか。自分のことをお前は今限定してしまったと。
でつまりその自分のできる範囲はこれぐらいだというふうに、まあ、謙遜しているように聞こえる言葉を言っているんだけれども、実はそれは謙遜ではなくて自分を守りに入れて大切大事にしているだけなんだと。で徹底的に努力して倒れるところまでやるという勇気がないといけないんだよということが、まあその講師の言いたい言葉だということだそうです。やっぱり普段ですね、自分たち、まあ、少なくとも私はですね、まあ、そんなこと言われても無理だよというふうに、まあ、思ってしまって やらないこと、行動を起こせないことっていうのがあるんですけれども、まあ、そういうふうに自分であらかじめ限界を設定 してしまうと。でまた耳が痛いんですけども、自分なんかじゃそんなことはできませんみたいな謙遜みたいな形でそういうような立場を取ってることも、まあ、実際にあると思います。でそれでは良くなくて、やっぱり自分ができることっていうのを自分で限定せずにですね、やりきるということが重要ですよということです。本当に耳が痛いです。もちろん本当に倒れる必要はないと思うんですけども、やっぱり自分でできないと決めつけずにやってみるということは重要だと思います。はい。で最後、3点目ご紹介した言葉っていうのは、正しいあり方ということで、生き方編、4章の生き方編からご紹介します。で智者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は恐れずという言葉です。でこれはどういう意味かというと、智者は迷いがなく、人格に優れた仁者は憂いがなく、勇者は恐れがないということです。でポイントは、智者と仁者と勇者と、この3点なんですけれども、まあ、智っていうのは知性、頭の良さや理解力を表すと。人というのは人格的に優れているかどうか、まあ、他者に対する思いやりや優しさがあるかどうか。で勇というのは勇気の勇なんですけれども、チャレンジ精神があって、踏み込んで物事に当たれるかどうか。でこのそれぞれに良さがあるということを、まあ、斉藤先生は言ってるんですけれども、まあ、それを具体的に、まあ、日常生活の中で、どういう場面かっていうのを説明してます。で例えば知っていうのは、まあ、判断力があることですよとか、まあ、人っていうのは、まあ、人柄として、まあ、堂々とどっしりしていることとか、まあ、勇っていうのはいざっていう時に行動を起こせることとか、まあ、具体例を用いて、説明をしてます。で、まあ、大切なのはこの知と人と勇っていうのがどれか一つが大事だということではなくて、この3つが、バランスよく、達成されているということが、まあ、大切ですというふうに書かれていました。で、まあ、どれも、まあ、今の自分ではもちろん100点ではないんですけれども、まあ、日々の生活の中でですね、この知と仁と勇というものを、今自分は仁をどれぐらい持てているだろうか、知をどれぐらい持てているだろうか、勇をどれぐらい持てているだろうかということを、まあ、たまにチェックしながら生きてみようと思うことが大切ですよというふうに書いています。例えば、まあ、私は仁者ではない、でもこれぐらい近づいてきたなとか、勇の要素はあるんだけれどもちょっと知が足りないなというふうに、まあ、考えてみましょうということが、まあ、書いてあります。で、まあ、これもともとその孔子が弟子に言った言葉なんですけれども、この知と仁と勇の、まあ、三角形を書いてみて、まあ、自分に足りないことを、まあ、鑑みてみるというのが、まあ、顧みてみるというのが大切だということだそうです。はい。で、他にもですね、その論語っていう、まあ、その中国古典の中にはですね、もちろん素晴らしいことがたくさんあるんですけれども、この本は、まあ、その中でも、まあ、斉藤先生がピックアップしたものを非常に分かりやすく説明するというような内容になってました。で今日ご紹介した3点に関してはですね、今の私が、まあ、近世に触れた内容になるんですけれども、もちろん違うシチュエーション、違う精神状態で読めばまた違った、見方が、できるような素晴らしい内容だと思いますので、まあ、私もですね、この本もそうですし、またその他の論語に関する本っていうのも折に触れて見てみたいなということを、まあ、改めて感じました。はい。ちょっと長くなってますけれども、今日は以上です。でよろしければ、チャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。